ユナイトの潤さんです。今日はですね、硬くて丸い上腕二頭筋を作る効果的なアームカールというテーマでお送りしたいと思います。僕の動画を見てる方は7割男性なんですけれども、男性だったらね、硬式野球のボールのような硬い上腕二頭筋、ピークの高い上腕二頭筋作りたいと思うんですけれども、女性もですね、上腕二頭筋を鍛えることによって肩から綺麗なラインができて腕が引き締まって見えますので、男性にも女性にも非常に効果的です。ただ効果的に上腕二頭筋を鍛えるためには、やはり機能解剖を知る必要があります。さあ今日もね、登場していただきました骨一郎くんですね、彼と一緒に説明していきましょう。まずですね、上腕二頭筋はこの上腕骨という骨がありますね。この前の方についてます。でそしてポイントはですね、前腕と肩の関節2つを挟んでるっていう筋肉なんですね。で骨がですね、前腕には2つあります。この頭骨と尺骨っていう2本ありますね。お父さん指、親指側についてるので父さん頭骨と覚えるんですが、頭骨の内側についてます。ここですね。そこから頭が2つに割れて、長頭という外側についている筋肉と短頭という内側についている筋肉に分かります。上腕についている頭が2つに分かれる筋肉なんで上腕二頭筋というんですね。で長頭はですね、この頭骨から肩甲骨の関節上結節というところについてます。で一方内側の短頭というのは、この右後突起というところに分かれてついてるんですね。この分かれてついてるということで、トレーニングの仕方が変わってきます。さあどのように変わるかということなんですけれども、まずですね、皆さん腕をめくってみてください。腕をめくって親指立てましょう。イエーイ、そういうのは置いといて腕を曲げればね、上腕二頭筋鍛えられるんですけれども、さらに短頭と長頭、そこを分けて鍛えてあげると非常に効果的なんですね。ではこの親指をですね、まず外側に持ってきましょう。これ外ひねり、海外と言います。上腕二頭筋見てください。動くの分かりますか？海外に持ってくると上腕二頭筋は一番収縮します。でこの時に内側の短頭に刺激が入りやすいんですね。一方親指を立てます。海内方向に持ってきます。そうすると少し収縮が緩んで、ここです。腕頭骨筋とともに長頭が働きやすくなります。この状態で鍛えてあげると、外側に刺激が入りやすくなるんですね。その特性を生かしてトレーニングしてあげると、上腕二頭筋はすごくかっこよくなります。あともう一個は、これ皆さんも知ってらっしゃると思うんですけれども、肘を固定するということですね。上腕二頭筋、さっき言ったように、肘関節と肩関節2つまたいでます。ですので、これがですね、曲げるだけではなくて肩が動いてしまうと刺激が逃げてしまいます。例えばですね、曲げる時にフィニッシュで肘を前に出してしまうと負荷が抜ける、肩の前の筋肉が関与してしまいますから、やはりね、この上腕二頭筋の刺激ちょっと弱まってしまうんですね。ですので極力体側に体の横に置いといて、で肘を曲げるということをやってあげると効果的です。肘の位置を固定しつつ、さらに海外にするのか海内にするのかで短頭と長頭の刺激を入れ替えていくということを意識してやると、とてもかっこよく腕が仕上がってきます。さあそしてですね、腕をかっこよくするためにとても有効なツールがあります。それがイージーバーです。ジムにね、行かれる方は使ったことあるかと思うんですが、だいたいね120センチぐらいです。そして横にプレート重りをつけるんですけれども、こうね曲がってるバーなんですね。 M 字というかダブルというか、でその角度がついてることによって海内海外が調整できるので、腕のトレーニングには非常に効果的なんですね。今日はそのイージーバーを使って上腕二頭筋アームカールをやっていこうと思います。では行きましょう。どうぞ。さあまずはイージーバーの説明からしていきましょう。先ほど説明したようにバーが曲がってますね。この曲がりを利用して手首を海内とか海外に変えていくわけですね。こんな感じで人差し指が上になったり小指が上になったり、角度も違うのでこれを利用していきます。イエス。それでは実際のアームカール見ていきましょう。軽い重さでも持ち上げるときは必ずデッドリフト、しっかりニュートラルを作って持ち上げます。足を肩幅にして、僕はね反動をつけて一気に持ち上げちゃいます。トップのポジションでフィニッシュをしっかりイメージするんですね。で優しく下ろして反動をつけないように持ち上げます。できるだけ頭肩の位置は前後させないです。そうは言ってもね、多少は動きますが極
極力体そして肘を動かさない、そのイメージですね。最初はねゆっくり行ってみてください。8 2秒で上げて2秒で下ろす9という感じです。10さあ今度は横から見ていきましょう。先ほどと同じように足肩幅背中ニュートラル、まずは持ち上げます。トップポジションでしっかりフィニッシュのイメージをつけてから下ろしてあげましょう。多少ね肘が動いてると思うんですけれども、下ろした時に体側、上げた時に気持ち前に来てますよね。ですが曲げ切った時に肘より前に手があります。これがポイントですね。肘の上に手が来ると負荷が抜けるので要注意です。さあそれでは実践編です。まずは海外ポジション、上腕二頭筋の内側短頭を狙ったトレーニングです。バーは小指が上になるように持ってください。手幅は肩幅よりも拳1個分ぐらい外に持っていきましょう。さらに肘、脇を締めることでより効果的になります。普通に上げてるように見えるんですが、意識は小指から上げるイメージです。ねじり込む、そんな感じですね。内側に引くようなイメージを持ってください。僕の場合もうちょっとね左の脇が締まっているとさらに効果的ですね。10さあ今度は上腕二頭筋長頭外側狙いです。拳は1個分ぐらい開けてかなりね狭く持ちましょう。で脇はあえて広げます。で握るポジションは人差し指が上になるように持ってください。で優しく下ろして今度は人差し指で上に上げてくるようなイメージです。さっきは小指でしたけれども今度は人差し指外側、腕頭骨筋肘の上から外側狙いです。9 10、いかがだったでしょうか。上腕二頭筋はね肘と肩、この関節をまたいでいるんでしっかりと固定するっていうのが難しいトレーニングでもあります。ただしっかり固定しつつさらに手首のひねり、このテクニックを使うことで効果的にトレーニングすることができます。まあ、他にもね肘を前にしたポジションとか、あるいはインクラインベンチとかに仰向けになってストレッチをかけたポジション、まあ、こういったことでもねトレーニングをしっかりできるんですけれども、まずはスタンディングで体、肘を固定しといて手首のねじり、ひねりを使ったトレーニング、このテクニックを使ってみてください。さあ今からですね男性も女性も肩から腕を出すというシーズンですよね。ですので腕、肩はちょっとね丸みを帯びて引き締まってる方がかっこいいと思うんですね。まあそこに日焼けなんか入ったらめちゃかっこいいじゃないですか。でもう一点僕のおすすめは見せ方です。せっかくかっこよく作った腕があるんだったらそれを上手に見せて写真とかビデオを撮った方がいいですよね。その見せ方というのを一つだけレクチャーします。例えば普通にねこうやって撮るとそんな太く見えないですしかっこよくないですよね。これをですねちょっと親指を上に向けてですね親指側に力入れるようにすると見てくださいね、いきますよ。こう腕頭骨筋が立ちます。そして腕も太く見えますよね。さらにちょっとねタイトな服を着るんですよ。タイトな服を着ると腕が太く見えますね。そして胸筋に押し付けます。しかも少し肩内旋させて上腕三頭筋外側をね向こう写真の方カメラの方に向けるんですね。こうすると結構腕太く見えません？普通にやるよりもこうやってこうやってこうやってやるとね腕が太く見えます。というテクニックを使ってやると僕みたいな腕が細い人間でもお、なんかかっこいいねというような写真が撮れます。こんなテクニックを使ってみてください。トレーニングして日焼けしてちょっと見せ方のテクニックを覚えてあげると非常にね思い出深い夏になるかと思います。今日の動画は以上になります。面白かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いいたします。それでは来週お会いしましょう。バイバイ。